鳩山カントリークラブは埼玉県引群鳩山町の岩戸の丘陵に広がるゴルフ場である。1986年10月1日、経営母体である代表によって開場されたが、その後、鳩山カントリークラブが施設保有会社となり株主会員制で運営を行っている。ゴルフコースは池の魔術師として名高い小林光明が設計。 池やバンカーを巧みに配置したコースが多く、戦略性が高い、コースは広々としており、ティーグラウンドからピンフラッグが望める。小林光明は、1929年、愛知県知多郡生まれ、井上聖一、三好徳行、おじの小林英年の影響を受けた。レイクウッドゴルフクラブの設計時、テオドールジー・ロビンソンの影響を受け、水のハザードを積極的に配置することから、 水の小林と呼ばれるようになる。三好徳幸は、1911年福岡県、北九州市生まれ、九州帝大政治にゴルフを始め、日本アマチュア選手権を3連覇、ブリジストンに勤務した。その後、コース設計やテレビ解説と活躍した。ガードバンカーとグリーンの組み合わせを得意とし、グリーン周りの設計を得意とした。 郵便番号 350-0302- 埼玉県、引群鳩山町大橋1186-2、鳩山カントリークラブ、コース案内、フォトギャラリー。ありがとうございます。